にゃ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 ー。さてと、じゃあ久しぶりに暴れちゃおうかにゃー。なんだルノアかにゃ、こんな時間にどうしたんだにゃ。ちょっと忘れ物しちゃってね。てかそれよりあんた、その服は？何？仕事再開したの？そんなんじゃないにゃ、ただ荷物の整理してたらこの服が出てきたんだにゃ。久しぶりだから着れるかにゃと思っただけにゃ。昼間に着るのもあれだしにゃ。そういうことね。なんか久しぶりに見たな、その格好。もう懐かしいくらいに感じるにゃ。あの頃はいろいろ大変だったにゃ。見合った報酬さえ用意してくれれば仕事はこなすけど。なんて言ってたにゃ。今思えば肩凝って仕方ないにゃ。それ私も一緒かも。何の因果かこんなことになっちゃってね。そういや、あれだにゃ。ふと思い出したんだけど、あの時、ルナーとは決着ついてないにゃ。何？やる気？冗談だにゃ。今さらそんなめんどくさいことしたくないにゃ。そうだよね。明日も仕事があって大変だっていうのに。明日は朝から仕込みだにゃ。早起きしなくちゃだにゃ。前は夜の仕事が多かったから、そこは今の方が辛いね。全くもって同意だにゃ。やるって言ったらどうするにゃ？別にいいけど、でも、やる意味ある？ないにゃ。一銭にもならないし、面倒なだけだにゃ。ねえ。そんなことするくらいならぬくぬく寝てたいにゃ。美しい少年のプリプリお尻に囲まれる夢を見ながら、グフグフフフフ。黒猫も変わるもんだね。前からこんなんだにゃ。ああそうなの。はあ、久しぶりにこれを着てみたけど、なんかもうしっくりこないにゃ。私もそんな感じだよ。エプロン姿のが普通になっちゃった。こんなんでいいのかにゃ。まあいいんじゃない、楽しいし。確かににゃ。てか早く寝ないとだよ。明日は早いんだし、寝坊したら怒られるよ。それはごめんだにゃ。じゃあおやすみ。さてと、ミャーも寝るとするかにゃ。ちょっと動いたら、破けた。ひょっとして、太ったかにゃ？トレーニングを再開するにゃ！明日から運動しなくちゃだにゃ！にゃ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 ！ミャーの尻尾がピコンと立ったにゃ！どうかしたのですか？鏡の前でうなり声などあげて。あ、リュウ、アーニャが買ってきたこの衣装にゃんだけど、どう思うかにゃ。どうとは？なんだか地味だと思わないかにゃ。色合いも微妙だし、なんかつまんないにゃ。探偵の衣装というものは概ねそういうものなのでは？探偵が目立ってしまっては良くないでしょう。
そんなの知ったこっちゃないにゃ。だいたいミャーは普通の探偵なんて目指す気はないにゃ。ミャーがなりたいのはもっとセクシーな探偵だにゃ。セクシーですか。そうだにゃ。もっと露出多めで見えそで見えない感じでウブな美少年を濃殺したいんだにゃ。それは探偵の仕事と何か関係あるのですか。ないにゃ。断言ですね。そもそもミャーは探偵なんか興味ないにゃ。それで盛り上がってるのはアーニャだけにゃ。でもどうせ探偵になるならセクシー探偵がいいんだにゃ。それはどんな探偵なのですか。お姉さんの色気でムフフな操作をして可愛い犯人の男の子をズッキュンさせるのにゃ、うん、なんか言えにゃ。失礼しました。目指す夢は人それぞれかと思います。適当にいいこと言って話を終わらすんじゃないにゃ。こんにちは。あれ、まだやってないんですか。うわっ、何ですかクロイさん、その格好。これは探偵衣装だにゃ。アーニャが買ってきたんだにゃ。へえ、探偵ですか。かっこいいですね。そうかにゃ。もっとセクシーな方がいいと思わないかにゃ。少年だってそう思うにゃ。それは足とかもっとニョキーンと出して太ももチラッとして、むむむ、少年今想像したかにゃ、ミャーのセクシー探偵姿を。いやいやそんなんじゃ。想像してもいいんだにゃ。ほれほれ、足をこうニョーンと出して教育的指導です。そこまでにしてください。まあかっこいいという感想は悪い気はしないにゃ。ええ、かっこいいと思いますよ。お話の主人公みたいで。ムフフ、そうかにゃ。はい、難しい推理も解いちゃいそうで頭も良さそうに見えますし。ふむふむふむ、少年がそう言うならこの衣装も悪くない気がしてきたにゃ。単純ですね。なんか言ったかにゃ。単純ですねと。ちゃんと答えてどうすんだにゃ。今のは、いえ特に、とかはぐらかす場面だにゃ。それは失礼しました。でもいいですね、探偵か、かっこいいな。僕も憧れちゃいます。なら少年も探偵になってみるかにゃ。少年だったら大歓迎だにゃ。いや、それはダンジョン探索もありますし。そんなんほっとけばいいにゃ。ミャーたちも店の仕事をサボってやってるんだにゃ。聞かなかったことにしましょう。可愛い少年探偵が助手になったら最高にゃ。よだれが止まらないのにゃ。うひひひ、少年よ、ぜひアニャクロ探偵事務所へ。なんか怖いから嫌です。助けて。にゃ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 ー。というか私が本気出せば推理なんて余裕だし。うふふ、やれやれ。できれば一番関わりたくない場所だったんだけどね。本当に因果な商売。探偵って。今日も疲れた。そうだ、
リベリア様に本を返しに行かなきゃ。今のはサウザンドエルフ、こっちには全く気づいてなかったみたいね。やっぱり怖いのは第一級冒険者。まったく、一番厄介な連中が5万といるとか、何の冗談よ。意外に楽勝かもね。杞憂だったってことかしら。私の暗殺技術、なかなか捨てたもんじゃないかも。オラリオ随一の暗殺者、ここに健在ってね。私の匂いを、まさかそんなはずは。消臭のアイテムは事前に。いや違うな、逆か。匂いがねえ、他の香りも巻き込んで消え失せてやがる。どんなチートバナよ。匂いがしないなら無視しなさいよ。あれ、ベートさん、どうしたんですか。鼻が妙に反応しやがる。不自然に匂いが途切れてるっつうのか。ああ、それなら掃除したからだと思います。昼間ロキがお酒をこぼしちゃって、その時消臭の薬品を使いましたから。チッ、そういうことか。ロキが噛んでんなら時間の無駄だ。バカバカしい、たっくだらねえ。掃除するのまずかったってことですか。うるせえ、てめえはさっさと寝ろ。今の口ぶり、まさか気づかれてた。いや、そんなはずは。確か依頼人の話じゃこの辺りに。酒場の店員にゃ。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみにゃ。天然で助かったわ。おお、これやこれ。いや、よう見つけてくれたな、この先。さすが名探偵や。本当にミャーが侵入する意味あったにゃ。ロキ様が自分で探せばよかったんじゃ。前にハメ外した時からリベリアの監視がきつうてな。偽造の先は取り上げられて隠し場所にも行けんかったんや。まあ鍵も開けといたし侵入も楽やったやろ。侵入してからが心臓に悪すぎにゃ。あんな化け物の館、二度とごめんにゃ。パーティー会場はここ、ブラッドファイブ踊ってくるわ。五感を研ぎ澄ませろ。相手の呼吸の深さが変わるのも聞き逃すな。違和感は必ずどこかに現れる。髪の毛の空気の揺れも肌で感じて。無茶言うんじゃないや。え、髪の毛一本の空気の揺れとか無理に決まってるにゃ。おみやらみたいな化け物と一緒にするにゃ。だが真相のモンスターと対峙する際の駆け引きを教えてくれと言ったのはお前だぞ。みたいな一般市民が真相とか行くわけないにゃ。それくらいわかれにゃ。ミャーが求めてるのはもっと気軽で役に立ちそうな駆け引きにゃ。まったく注文が多いな。さあお客様、
どうなされますか？レイズ、いや、オールインだ。ブラフを張る相手には本人の意識しない癖があるものだ。思考を重ねることでその癖を見抜けるかが鍵になる。唇がわずかに震えた。コール、フラッシュです。お客様はハイカード、私の勝ちですね。優位な状況は相手の失敗を誘いやすい。優位でも不利でも表情を読まれないことが大事。その辺は暗殺者家業と変わんないわけね。お客様、続けますか？あら、クロエ、そのお金どうしたの？まさかカジノのお金をちょろまかして。違うにゃ、正当な戦利品にゃ。ディーラーしながらちょこちょこ稼いでたにゃ。ディーラーの稼ぎってカジノの稼ぎになるんじゃ。細かいことはいいにゃ、カジノから給料ももらってないんだし、これでチャラにゃ。さすがちゃっかりしてるわね。なんかカードゲームのコツもつかめた気がするにゃ。相手が神様でもなきゃなんとかなりそうな自信もついたにゃ。妙にポーカーに入れ込んでない？倒さなきゃなんない相手がいるにゃ。倒さなきゃ。ま、個人的な話にゃ、気にすることじゃないにゃ。このままプロのディーラーになるのもいいにゃ。あ、それなら遊びに行こうかしら。本気にするんじゃないにゃ。ミャは仕事も持ってるにゃ。そこに倒さなきゃなんない相手がいるだけにゃ。ま、個人的な話にゃ、気にすることじゃないにゃ。にゃふふふふふ、ついにこの時が来たにゃ。もうミャは以前のミャとは違うにゃ。ネオクロエのカードさばき、解くと見るがいいにゃ。勝負にゃ知る。レイズ、それで倒さなきゃいけない相手っていうのとはどうなったんですか？それなんだけど。やっぱり手も足も出なかったそうよ。